東洋オリエントジャパンの木藤哲平です。本日は弊社の光吸収素材ファインシャットの製品ページではお伝えできなかったことを動画でご紹介したいと思います。それではこちらへどうぞ。はい、作業場にやってまいりました。私たちの製品ファインシャットは Amazon で販売している際は低弱でカットし、裏に両面テープをつけて売っております。原端はというとこのような感じで保管しております。もともと幅が 1000mm ありまして、両面テープ貼り合わせのために 500mm に反再して保管しております。こちらをほどいてみますとこのような感じです。裏面がスキン層と呼ばれる光沢面となっておりまして、こちらに両面テープを貼り合わせて使用いたします。その反対側が発泡層を表面に露出しておりまして、高い光吸収効果がございます。切り出してみるとこのような感じです。大変薄くてしなやかな素材です。それなので、引っ張るとこのように簡単に伸びてしまいます。そこで寸法が安定するように裏に、ペット機材の両面テープを貼り合わせて出荷しております。ファインシャットの特徴として触っても大丈夫という点が挙げられます。触ったり多少爪で引っかいたりしても光沢が出たりすることはありません。ホコリがついてしまってもご家庭用のコロコロでこのように掃除していただければまた元の、性能を発揮いたします。次はファインシャットの貼り付け方について説明いたします。裏面には両面テープが貼られておりますので、裏の離型紙もしくは離型フィルムを剥がしていただければこのようにシールのように貼り付けることができます。それではこちらの白板にファインシャットを貼っていきます。ファインシャットをシワなく貼るのは難しいので、今回は水貼りの手法をご紹介いたします。用意するものは、こちらです。水に食器用洗剤などの界面活性剤を加えたものです。これで粘着力を弱めて貼っていきます。ファインシャットの裏の離型紙ちょっと剥がしづらいこともありますので、そういう時はこのような1枚切りカッターというものをご用意ください。こちらで背面に背貼りを入れてあげると、楽に剥がすことができます。こちらを先ほど紹介した液に入れておきます。でまた貼る対象面にもよく塗って濡らしておきます。濡れている間は粘着力が弱まり、何度でも貼り直しができます。位置が決まりましたら水を抜いて、表面の水分を軽く拭き取り、これで乾いたら完成です。車内には内抜き加工機やレーザーカッターがありますので、1個からの部品提供も可能です。